話を聞いて回るか。太刀を鍛えますか？助かった。守りは進んだか？いいえ、火事場が動けば間に合います。二人とも頼んだぞ。俺にお任せください。ジン。雅子殿、資格の手がかりはいかようで。先は長そうだ。何名かは豊玉へ行ったようだが。いつでも加勢いたす。叔父上の城を取り戻す暁にはぜひお力添えを。もちろんだ。蒙古を一網打尽にいたそう。新しい品が入りました。どうかご武運を。酒井、見事な戦いぶりであったぞ。先生のご助力があってこそ。して巴の消息を。明石まで蒙古に手を貸す弓取りの噂がある。巴でしょう。海岸近くの野営に赴き話を聞くつもりだ。では後ほどお供いたしましょう。志村様は何て？お主が城の奪還に手を貸せば本土へ渡してくださるそうだ。そんなの知ったこっちゃないよ。皆の命がかかっておるのだ。お主が武勲を立てれば道は開ける。よいな。さあ酒井、行くぞ。まことの武士だね。絞り取ることしか頭にないんだ。目指すは豊玉だ。
橋は行けぬか。ならば森の古い隠れ道を使おう。行くぞ。叔父上、もっと早くお助けできれば。何を謝ることがあろう。ハーンはどのような男です。一言で申せば切れ者の獣。誇りなど微塵も持っておらん。奴は言葉を学び叔父上を生かした。その狙いは。本土を攻める折の助力を壊れた。褒美は富と権力に女だ。まさか鎌倉を裏切れと。あの侮辱だけでも生かしておけん。時にユナとはどのような女子だ。勇気と忠誠を備え腕も立ちます。なりわいは野党だと聞いた。いやしい見慣れど義を知る女です。やすやすと心を許すなよ。龍蔵のことを忘れたか。厳しい戦になろう。味方が頼むに足るかを知らねば。私がお支えします。ユナも。かつてこの島は混乱を極めた。そこに秩序をもたらしたのは他でもない我ら武士だ。民に見せねばならぬ。我らが島のために戦えることをな。お前は一度故郷に戻り殿下の鎧を受け継いではどうだ。私には時期尚早かと。亡き父も喜ぶぞ。この匂い。燃える木とムクロ。けだものめ。伊豆原の村もここまでではなかった。わしに逃げられた腹いせということか。残る畑を守らねば来たる冬は乗り越えられぬ。どうにかせねば。猛虎どもが騎兵がいます。押し通れ。攻めておったはず。かがり火台は敵の手に。再び火を灯しハーンに見せつけてくれる。民も喜びます。島中のかがり火台を全て取り戻す。Watch!
Oh!
させるな。どうした倒れるわけにはいかん。死ぬわけにはいかん。これ以上は耐えられん。発進。